種付け。種付けとは、家畜、競技の家畜、すなわち、人間の生活に利用する目的で野獣から遺伝的に改良した獣の繁殖や品種改良を目的として、有料種のオスとメスを交配させること。ここで言う、種は、生種を、植物の種子に例えたもの。また、講義には、産業動物、最講技の家畜、すなわち、 人間の生活に利用する目的で、野生動物から遺伝的に改良した動物及び、産業植物の同じ目的での交配にも用いられることがある例、ノリ、昆布。さらに最高義では、繁殖目的の場合に限り、野生動物に対しても用いられる。例えば、飼育家のジャイアントパンダやアフリカゾウ、オスが野生で、メスが、反飼育家の場合が多いアジアゾウなどがそれである。 ここでは、通常の社会において、工場的に種付けが行われている個々の生物について解説する。馬、牛、豚の場合、人工受精で種付けするのには、前項ほどとして、オス、雄から生液を採取する必要がある。日本などでは現在、専用の受精器具である、ギメス台、ギヒン台を用いる。これはメス、メスの胴体を模したアンバーカ飛び箱のような形状の、 台で、発情期のメスの尿をつけて、オスをその木にさせ、疑似交尾をさせるものである。精液は、筒状の専用容器の中に射精させることで採取する。専用といってもその形状は蓋付きマグカップの大きな、ものであったりもする。馬の生殖において、選び抜いたオスにメスを当てがい、交尾させることが行われる。なお、品種によって、人工受精が禁止されている場合がある。 主要な4品種では以下の通り。肉牛、肉用牛の場合、血糖が肉質に大きく関わるため、有料個体の生液が流通しており、種付けは人工受精によって行われる。生液を採取するのには、牛用のギメス代を用いる。日本の場合、これらの作業を行うには、家畜人工受精士の国家資格が必要である。 乳牛の場合は肉牛ほど血糖を重視しない。酪農家によっては、自家のメ牛の群れの中に、オスの有料個体1頭を放し、自然な交尾で、すべてのメスを種付けするように仕向ける。肉豚、肉用豚の場合、肉牛と同じく有料個体の生液が流通しており、種付けは人工受精によって行われる。生液を採取するのには、豚用のギメスダを用いる。 日本の場合、この作業を行うには、家畜人工受精種の国家資格が必要である。水産業において、海中に張った網、または、ロープなどに胞子を付着させる。当然ながら、人間は、女性は、種付けされるべきではない。しかし、人権意識や人道の精神がなかった時代や地域、あるにもかかわらず適用外とされて、家畜や、 野生動物同然の扱いを受け人々がいる時代や地域、そういったものが存在してきたのが人間社会の現実である。個々の文明社会によっても異なるが、自分たちの都市文明的価値観の下での先進性におごり、その種の先進性を持たない周辺地域の人間集団を未開、万族などと下げすむ人々の中には未開なものどもを人間とさえ見なさない例がいくらでも、 あった。CF。外獣駆除や、スポーツハンティング、ブラッドスポーツの一種の対象とした例もある。CF。人ゴを返す、人もどきとして消耗品扱いした例も多いが、人の形はしていても人ではなく、家畜や野生動物なのであれば、オスとメスをくっつけて、種付けで増やしてやろうという発想も、中にはあった。ただ、古今東西に存在してきた奴隷というものの全てが、 そこまでのひどい扱いを受けていたわけではなく、ある程度の人権を認められていた例も、珍しくない。法を破る者や悪意を持って、人に当たる者にとっては、人に種付けすることも厭うような行為でない場合があるので、そういった意味でも、人への種付けは存在する。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争では、民族浄化を大目的とし、敵対民族の血を汚すことでその民族社会を、 本底から破壊すべく強制収容した女性を強姦し続けて、異民族の子を出産せざる得ないところへ追い込んだ上で、帰還させるという蛮行が組織的に行われた。これなどは悪意による人への種付けが作戦行動として実行された、稀有な例である。長らく濃厚社会であった日本では、女性を畑、男性を種にそれぞれ例え、子作りを、 揶揄的に表すなどする時の言語として、種付けという語が用いられることがある。そこから発展して、21世紀初期の日本のポルノグラフィでは、主に女性の意志と尊厳を無視した両辱的要素の色恋、子作り目的の、あるいは妊娠させることだけを目的とした成功を表す語として、種付けが引用されるようになった。はませるから派生した、はませという表現も、 結果的同銀語として同じように引用される。この意味での種付けも、払ませも20世紀後期のうちから用いられていた語ではあるが21世紀に入ってからは一ジャンルを構成するほど多く見られる表現形態になった。室内射精強制成功も参照のこと。なお、これらの日本語に直接的に対応する英語のスラングは見当たらない。また、 成人漫画などにおいては、単に、室内写生を指す表現としても用いられる。他方、校内写生のことを指す、芸用語にもなっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。